1番清水和幸、初の立川参戦、そして初連携が6番阿部健二、徳島と福岡の2人が赤番で北日本勢を抑えて先頭に立ちまして、これを追って7番藤田修馬、3番手外から踏み上げていって西日本勢叩いて先頭に変わりました。藤田、そして伊藤明、岡本博史と最強ライン前に出て動く形で西日本が中段を確保しています。5番金沢龍二、前受けから引いた位置、6番手後方展開で若干スローペース、7番藤田修馬ペースをつかみました。最強ラインが主導権取り、その後中段に1番清水和幸、6番阿部健二、西日本勢 4,5 番手、あとは5番金沢龍二は後方展開続きまして、ラストスパートバックストレッチ7番藤田が先頭、後ろ2番伊藤明、さらに4番岡本博史が牽制を見せて中段後方まくり合戦になった。1番の清水の懐をついてくる6番の阿部健二、大外からは3番の小橋秀幸も追い込んできた。最強ラインを肉薄する6番の阿部健二、阿部健二、岡本博史、ゴールに並びました。4番岡本博史が最後は決め足炸裂か。